木々、森川義信。つつましい文字のように、その指を組み、今、自分の足で立っていた。空に届いた小に、天使のような雲が、ふと突っかかる。と、花の咲かない木々は、その細い指の間から、おびただしい命をこぼした。三十八年。 11月20日